皆さんこんにちは、だーちゃんです。今回も顔なしです、すいません。で、今回はまたハロウィン作品ですけど、じゃじゃん、はい、お化けちゃんです。でですね、このように刺すと指人形にもなりますので、よかったらこれで遊んだりで、まあ普通に飾ったりしてみてください。では今回もよろしくお願いします。はい、始めましょう。では先に5ミリの丸シールをこのように黒く塗りつぶしておきます。はい、乾いたらこのようにホワイトマーカーでちょっとこのようにキラキラにしておきますね。こんな感じです。で、乾かしておきます。はい、では折りたいと思います。ちょっと今回は分かりやすいようにこちらの色で折りたいと思います。では色を上にしてもらって、まあ白だったらどちらでもいいんですけど、三角に半分に折ります。はい、戻して回転させて、また三角に半分に折ります。はい、戻して裏返します。で、今度は四角に半分に折ります。はい、開いて回転させて、また四角に半分に折ります。よいしょ。はい、では両手で両端を持ってこのように寄せながら畳んでいきます。はい、で真ん中とこの両サイド、この縁をしっかり折ります。ではこのように立ててもらって、はい、この指でこう入れてもらって、このように押さえます。で、こちらの縁、折り筋とこちらの縁が揃えればしっかり折ります。はい、では残り3箇所も同じようにしていきます。ではこちらの縁を真ん中のこの折り筋に合わせるようにこのように折ります。反対も同じように折ります。次はこちらとこちらの角のこのライン上でこのようにしっかりパタンと折ります。で、戻します。はい、では開いてこちらもこのようにここを開きます。開いてこのように潰し折ります。ちょっと調整しますね。よいしょと、はい、よいしょ、はい、ちょっとずれてますか。はい、では残りこのめくって3箇所も同じように折っていきます。はい、ではちょっとこちら向きにしますね。で、ここの角、この部分を上に上げます。で、こちらの角になっているこの2つをこのように広げていきます。左右にそれぞれ外側へ。そしたらここがどんどん下がっていくので、もうここで内側へ押し込んで畳みます。ではこうめくって残りも同じように折っていきます。
はい、では1枚めくります。めくってこの角とこの角を合わせるようにこのように折ります。で、残りも同じようにします。合わせますね、なるべく。はい、ではこちら回転します。ちょっとこちら向きに。で、この上の角をここに合わせて、下に合わせて折ります。はい、開いてこのままこういう風に開きます。開いたらこのままここの角を少しこのように開きながら畳んでいきます。このようにこういう感じでね。はい、ではちょっと真裏も同じように折るんですけど、こういう感じで1枚、このペラペラの部分がこちらは1枚飛ばして、もう一枚この部分を同じようにします。はい、では一回これをこのように少し斜めに真ん中を支点にこう山形になるようにちょっと軽く一回折り目をつけてから上へ上げます。そしたらちょっとこれをね少し引っ張りますね。こういう感じで斜めにこう押さえながらこういう感じに引っ張ります。はい、こちらも同じようにします。こういう感じで引っ張りながら畳んでも OK です。はい、では一回ちょっとここをもう一回広げますね。で、広げてこれもちょっと一回広げます。で、この部分を中へもう入れ込みます。こちらも入れ込みます。はい、そしたらこことここをくっつけますね。この部分の、これがある部分のとここと、これをくっつけたらここが角ができるんで、これをちょっとこのように折り込みます。あ、こっちかな、こっちがいい、こっち側へ折り込みます。こういう感じです。で、こちらもちょっとここをパタンと畳んで同じように角をこのように折ります。で、こちら側も同じように折ります。はい、こちらも同じようにします。そうですね。ちょっとこれ反対かもしれないですけど、ちょっとこれを戻します。よいしょ。はい、でちょっともう一回これをこういうふうに畳みますね。はい、では少しここをもう一回広げて上を少しこのように押しつぶしていきます。ここを
広げながら軽くで OK です。上のちょっとだけ、ちょっとだけ押しつぶします。はい、軽くで OK です。そしたらこの部分を斜めこういう風に折ります。こちらも折ります。でここの部分、この前にした部分ね、ここが前の部分になるので、ここの角をこのように後ろ側へ折り込みます。こちらも同じようにここを折り込みます。はい、こんな感じになります。で、こちらはこのままにしておきます。こっちね。ではこの蛍光のピンクを使います。8mm か。でここをこのように調整して切ります。こんな感じでね。ではお目目を、描いたお目目を貼ります。で口、おー飛んでった。はい、この口を貼ります。よいしょ、こんな感じかな。でこのできたらどちらでもいいですけど、この100円ショップで売っているこのなんだマスキングテープの丸シールのちっちゃい方を使って、紫にしようかな。これを貼ります。ほっほっよいしょと。はい、おお目が取れた。目が、あや、目がやってもうた。これだ。よし、できたかな。はい、出来上がりです。こんな感じで完成しました。はい、白で作るとこんな感じやね。でこんな感じで飾ったり指人形にしたりしてね。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。